お腹が痩せるのか割れるのかっていうのを、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は4月5日です。今日この日から、腹筋割りプロジェクトということで、まあ、私の今のお腹ですね、今のこのお腹が春腰タイプの在宅チャレンジでどれくらいお腹が痩せるのか割れるのかっていうのを、この皮下脂肪計をちゃんと使って、チャレンジしていこうと思います。なのでそのチャレンジしている様子とか、段階を踏んでどんな感じになっていったかっていうのを、この春のレンタルが6月までなので、まずその期間2ヶ月間約2ヶ月間でどれだけどう変化していくのか、週何回やってどんなことをやったら、こんなことをやりながらやってったらこんな感じで変わってったよ、こんな変化があったよっていうのをちょっとずつ動画にしてって、皆さんに伝えていこうかなと思います。じゃあまずね、私のお腹がどれだけあるのかを調べてみましょう。一応これ立った状態で測ってくださいってあるんですけど、まあ、立てないのでいつも同じ感じ、こんな感じで、座ってる状態でどのくらいなのかっていうのを、まあ、同じように測っていくことでだいたい数値がわかるんじゃないかなというふうに思います。測っていきましょう。やばい、マジでやばいよね、お腹。ちょっと待ってね、どの体勢がいいかな。立った状態ってなに近かったら、ちょっとこう追っかかった状態でやろうかな。まずスプレーでよくこの電極面を濡らします。でスイッチ入れて、女性か男性を選びます。で、横と書いてあるかな、横セット、2点よいしょ。まず左が 2.0 でした。 2.0 は女性でいうここか、わかるかな、このお腹のこの人。じゃあ次右側やって、およいしょ、右側も 2.1 なんであまり変わりがありません。私左側の牽制がすごい強くて、ずっと左側が筋肉が張った状態になってます。なので、まあ、左の方がずっとこう筋肉運動っていうのが多分強いから、左の方が皮下脂肪が少ない、で右の方が形成とか筋張が弱いので、右の方にちょっと皮下脂肪がついてるのかなっていう感じです。まあ腹筋割りプロジェクトだから、この一番上のさ、バッキバキにならんくてもいいかな、んか2番目くらいとかでいきたいよね。まず1くらい、 2.0 だったのが 1.0 とかに下がるようにまず頑張ります。じゃあ春をつけてどんな風に家でやっていくのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。全部一人で、私の状態だったらね、全部一人でできるものなので、まあ、ちょっと撮りながら難しいけどちょっとやっていきますね。腰に電極っていう、腰に電極を貼っていきます。背中に貼っていくんですけど、ちょっと貼るところは人それぞれその症状によって違うんですけど、私の場合はへそからぐるっと後ろに行ったところ、ちょうど延長線上の背骨より右側に1枚で、もう一つその背骨、今張った部分より
下側ですね。ズボンのあたり、ズボンこのラインから後ろに行ったあたりに一つ貼ってます。ちょっと背中がね取れないから難しいんだけど。でもう一個が、これはどこでもいいというか、脇腹あたりであればどこでもいいので、これを貼っていきます。ここら辺にピタッと貼っていきます。はい、お腹やばいな、マジで。こういう風にベッドに座ってるとこんな感じなんだけど、ちょっと伸びれば、ちょっとねこの緊張が入るとグーッとへこんでくれたりするんですけど、なんかもう超乗ってる人やっぱり。じゃあ春をつけていきます。こんな感じで背中に糸を回しますね。で、この電極さん、このコードなんですけど、白い部分、この白い2つを背中にポチポチっと。で、緑色さんを脇腹に貼っていきます。結合していきます。はい、できました。足の部分をつけていきます。こう自分で持ち上げて、マジックテープをこう下から通してあげるのがちょっと大変かな。はい、こんな感じ。はい、こんな感じで腰の部分、ここね、ここを下から指3つ分くらいのところにセットしてあげます。こんな感じ見て、で、腰ベルトを留めます。よいしょ。これで装着完成です。トレーニング方法としては、車椅子をこう自分の足場まで持ってきます。足場まで持ってきて、で、スイッチですね。スイッチを入れてあげて、こんな感じで20回、20回を3セットします。この時ね、あんまりこの手を使わずに戻ってこれるのがいいですね。手はあくまでも支えで、背中の筋肉を使ってちゃんとしっかりトレーニングをします。次は斜めに向かってこう腹筋のサイドをねしっかり鍛える。これも20回を3セットやります。左右どっちも斜めのこの運動を20回3セットします。で、その後にこの体幹保持ですね、途中で止められるのを何秒できるかっていうのをやっていきます。こんな感じで家で、春の腰タイプを使って腹筋とかの運動をしていくことによって、2ヶ月間でどれだけ、変わっていくのかっていうのを今後お届けしようと思います。
本当にやってるとすごいお腹とか背中がめちゃくちゃ力が入ってる感じがすごいしてて、やっぱこのコロナの時期家にいてて運動不足だなっていうのもすごい解消されてるので、まあ代謝を上げるためにもお腹だけじゃなくても全体の代謝を上げるためにもいい運動なのかなというふうには個人的に思っています。じゃあどんな感じで変化が起こるのかをぜひ楽しみにしてください。はい、それではこんな感じで、この動画が役に立ったらいいな、応援したいって思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。よいしょ。では、本日も最後までご視聴、はい、では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。